オペラメールはオペラソフトウェアが提供していた電子メールクライアントである。ウェブブラウザのオペラに内蔵された電子メールクライアント機能 M2 がオペラ15で切り離されて単体のソフトウェアとして提供されたものである。2013年6月11日、最初の正式版 V1.0-1040 が公開された。2015年8月29日、 日本オフィスの公式ツイッターアカウントですでに開発が終了していることを発言した。2016年2月15日、最初で最後のアップデート V1.01044 がリリース。更新内容は非公開。2018年4月10日、公式ツイッターアカウントですでに開発が終了していることを発言し、同時期にウェブサイトにもオペラメールは 製品ライフサイクルの最終段階にあります。近い将来、テクニカルサポートも製品及びセキュリティアップデートも提供されなくなります。製品は今もダウンロードいただけますが、ご利用はご自分の責任においてお願いいたします。とのメッセージを掲載した。2018年10月11日頃ウェブサイトが閉鎖され、ダウンロード提供も終了した。ありがとうございます。